シボレーアバランチはアメリカの自動車メーカーゼネラルモーターズがシボレーブランドで販売していたフルサイズピックアップトラックである。アバランチは SUV のシボレーソバーバンをベースにリアセクションをオープンベッド化した車種である。ベッドには着脱可能なカバーが備えられている。アバランチの最大の特徴はミッドゲートと呼ばれるキャビンとベッドを仕切る可動パネルである。 リアシートを倒した上で、リアウィンドウを取り外して、ミッドゲートを倒すことによって、さらに長い荷物を積むことが可能となる。GM はこのアバランチと姉妹車のキャデラックエスカレード、エクストを、スポーツユーティリティトラックとして販売している。また、フルサイズ SUV のシボレータホ、シボレーサバーバン、g m c ユーコン、ハマー H2、そしてフルサイズピックアップトラックのシボレーシルバーラード。 GMC シエラと共通のプラットフォームを使用している。ストとして初めて登場したフォードのエクスプローラースポーツトラックの後を追い GM 初のストとして2001年に2002年モデルで登場した。アバランチは GMT800 プラットフォームをベースとしているため初のフルサイズストでもあった。フロントのスタイルは同年にフェンスリフトしたシルバーラードと似ているが フロントライトがシルバーラードよりも釣り目気味になるなど若干異なっている。シルバーラードヘビーデューティー用の8.1リットルという超大排気量のエンジンを搭載したグレードもあった。2002年のモータートレンド誌の SUV オブザイヤーを受賞。2003年モデルでフロント周りが変更されシルバーラードと共通のフロントフェイスになった。 GMT900 プラットフォームをベースとする2台目は SUV のタホや、サバーバンにやや遅れて2006年2月のシカゴオートショーで2007年モデルとして発表された。フロントフェイスがそれまでのシルバラードフェイスからタホや、サバーバンと共通のものに変わった。2012年4月13日、GM は同年限りでアバランチの製造を終了すると発表した。 最終年を記念して2013年モデルには特別使用者のブラックダイヤモンドエディションが設定された。ありがとうございます。